日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は僕が子供の時について。はい、皆さんおはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。今日も頑張りましょう。今日は僕が子供の時について少しだけ話してみたいと思います。僕が生まれたのは1981年、ね、1981年、もう40年以上前ですね。40年以上前、僕が生まれた時、あまり覚えていませんもちろんですね、もちろん覚えてない、誰も覚えてませんね。生まれた時は覚えてない。だけどまあ5歳6歳ぐらいの記憶はあります、ね、5歳6歳ぐらいの記憶はある。僕が生まれたのは小さい町、ほとんど村みたいな町です。今でも人がたくさん住んでいません。今はもっともっと人が少なくなりました。僕が生まれた時、そうですね、だから1986年、7年、僕が記憶がある時ですね。まだ日本は、昭和ですね。昭和というのは戦争が始まる、大きい戦争ですね、大きい戦争が始まる前から、戦争が終わって、その後ずっと続いていました。昭和の時代、まだインターネットはもちろんありません。僕が子供の時に、ファミコンですね、ファミコンが出ました、ね、任天堂のファミコンが出ました、発売されました。僕が最初に買ってもらった、ソフトですね、それはスーパーマリオ、スーパーマリオブラザーズの1ですね。最初のスーパーマリオブラザーズ、それを覚えてますね。それが多分7歳ぐらいかな。僕が子供の時、ファミコン以外にもたくさんの子供のためのコンテンツがありました。今もたくさんの子供のためのコンテンツがありますよね。でも多分僕はその最初の世代かもしれません。僕よりもっともっともっと年を取った人は、例えばドラえもんやドラゴンボール、そういうものの、アニメとかはなかったですね。僕は子どもの時からたくさんのアニメを見て育ちました。アニメ、漫画、そしてゲーム、今の世界の、とても人気のコンテンツたちですね。アニメ、漫画、ゲーム、それが大きく人気になり始めたのが僕が子どもの時ですね。次回またその続きですね、この話の続きをしたいと思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。